私の名前はなるみ、タワマンに住む一児の母です。私は小さい頃から変な人に絡まれやすい体質で、そのせいか思ったことはすぐに言うサバサバとした性格になりました。実は最近ちょっとした騒動があったんだ。あるママさんの家の花壇がめちゃくちゃの状態にされていて、犯人だと思われるママさんは逃亡しちゃったの。でも彼女働いてないから、そのうち泣きついてくるだろうなと思ってたら、案の定3日もしないうちに LINE をしてきたんだよ。なるみさん、やっほー、最近暑くなってきたけど元気？元気じゃないでしょ、あなたどういうつもり？何が？人の花壇をめちゃくちゃにしてその後逃げるなんて、あの後旦那さんがどんなに大変だったか分かってんの？花壇の話ってみんなやっぱり知ってる感じなんだ。旦那が大変とか当たり前じゃん。は？だって夫婦ってどんな時でも一緒にいて支え合うってことを誓ったわけでしょ。なら私が大変な時に旦那は私を支えるのが当たり前。何へりくつ言ってんのよ。へりくつじゃないよ、旦那に助けてもらうのは私の義務みたいなもん。そんなこといいから早く戻ってきて旦那さんとママさんに謝罪しなよ。誰が誰に謝れって？あなたが旦那さんと水江さんに、大切にしている花壇をめちゃくちゃにされてすごく悲しんでたんだから。そんなこと言われたって、私だって暇じゃないんだから無理。だいたい今までどこに行ってたの？実家に身を隠そうと思ったんだけどさ、誰が連絡したのか両親にバレちゃったん。だから謝りに行ってこいって家を追い出されちゃったんだよね。なるみさんがチクったわけじゃないよね。私はあなたの両親と話してない。ならいいんだけど、そっちにはほとぼりが冷めてから戻ろうと思ってる。やっぱり今は大変な感じ？大変も何も、あなたが逃げたからことが大きくなってるの。だいたいなんで人の花壇をめちゃくちゃにしたのよ。遊びに行った時、綺麗な花があったからちょっと分けてほしいって言ったの。そしたら断ってきたからムカついちゃってさ。花くれるくらいいいと思わない？あの花壇は本当に大切なものだったの。お金じゃ買えない。え？輸入したり、知り合いの人から数少ない種子を分けてもらってたり、貴重なものばっかりだったんだよ。じゃあ私に分けてくれなかったのは貴重なものだったからってこと？そういうこと。別に意地悪で言ってたわけじゃない。やっぱりムカつくな。私じゃその花を綺麗に咲かせることができないと思ったから譲ってくれなかったってことでしょ？私のことを見下してムカつく。あんた頭大丈夫？私、名前に花がついてるんだから花を愛してるの。名は太陽を表すとかよく言うじゃない？あなたみたいな非常識な人に花を任せることはできないだろうね。は？本当に花のことを大切に思ってるんだったら、人の花壇をめちゃくちゃになんてできない。自分のものは大切にするけど、他人のものは興味ない主義だから。あなたみたいな人ってすぐに飽きて枯らしたりするんだよ。そんなことしません。とりあえず私、ほとぼりが冷めるまでは帰らないから、そのつもりで。まあ、いっちゃ。あ、ちょっと。3日後。もうみんな許してくれたかな。たった3日で何が変わると思ってるの？あなたの旦那さんに連絡したけど、連絡無視してたんだってね。やっぱりなるみさんが話してたのか。すぐ旦那から LINE が来たからおかしいと思ったんだよね。いちいち旦那に言わないでよ。行方不明の人から LINE が来たんだから伝えて当然でしょ。旦那は頭ごなしに怒るだけで全然頼りにならないもん。もっといい男見つければよかった。旦那さんも同じことを思ってるだろうね。ん？こんな非常識なアホ女と結婚しなければよかったって。失礼なことばっかり言わないで。とりあえずそっちの状況はどんな感じ？みんな怒ってあなたのことを探してる。はあ、だるいな。さっさと許してくれればいいのに、みんな心狭。あなたはどうせ自分で働くこともできず、お金もないから早く帰ってきたいんでしょ？そんなんじゃないもん。だからたった3日で連絡をしてきたんだ。一人で生きていくこともできない赤ちゃんね。だからそんなんじゃないって言ってるでしょ。花の一つや二つでガタガタ言ってんじゃねえよ。買えばいいだけなのに。だからそう簡単に手に入るものじゃないの。そんなの私には関係ないし、慰謝料でも何でも旦那が払えばいいの。私のお金じゃないもんね。あなたって本当に子供ね。よくそんなんで今まで生きてこれたね。どういう神経してんの？だからどこの面接にも落ちるんだろうね。面接に落ちたわけじゃないし、私が仕事したくないだけだし。旦那さんが愚痴ってたよ、全然仕事に行かないって。面接に行かせても全部落ちるから、働きにも行かせられないってさ。あのクソ男、私がいないことをいいことに好き勝手言ってるのね。
そりゃ他人に迷惑をかけて姿をくらますような嫁の愚痴くらいは言いたくなるでしょう。マジでムカつく。もう1ヶ月ぐらい帰ってあげないから。どうせみんなまだ怒ってるんでしょ。忘れた頃にひょっくり帰るわ。私あなたのことをそこまで怒ってないんだ。え？他人のものに嫉妬するって気持ちはよくわかるから。本当に？なるみさん、私の気持ちわかってくれるの？うん、だから私がみんなを説得しておくよ。マジで神？そのことで今日作戦会議したいから、ちょっとこの後時間ない？もちろん今日が厳しいなら別日でもいいんだけど。大丈夫、今日時間あるよ。でも私お金持ってないから、そこの食事代は払ってくれるんだよね。私から誘ったんだから、もちろんみんなと早く仲直りしてほしいし。オッケー、なるみさんがそんなに話のわかるやつだと思わなかった。じゃあ今日集合ってことで。私はすぐ準備できるんだけど、花子さんは？1時間後とかには集合場所に着けると思うよ。オッケー、なら1時間後ね。はーい。1時間後。花壇壊されたぐらいでみんなガタガタ言いすぎよね。旦那が黙って慰謝料でも何でも払えばそれで解決なんだから。はい、確保。え？まんまとハマったね。なんでここに旦那と水江さんが。なるみさん、どういうこと？あなたを許すわけないでしょ。みんなと仲直りしてほしいとも思ってないし。でもなるみさんは仲直りするために今日作戦会議を。だからそれが嘘だって言ってんの。あなたを捕まえるためのね。やばい、逃げられない。どうしてくれるわけ？感謝してほしいくらいだよ。あなたどうせ一人じゃ生活能力皆無なんだし、早く家に帰ってきたかったでしょ。家には帰りたかったけど、こんな帰りを望んでたわけじゃない。二人ともめっちゃ怒ってる。水江さんの旦那さんもいるじゃん。水江さんの旦那さんってあんなムキムキな体格いい人だったの？そうだよ、知らなかったんだ。やばいって、なるみさん助けてよ。何のために私があなたをそこに呼び出したと思ってるわけ？黙って説教を受けてこい。裏切り者。次の日、ゆりとひまわりと花子のライン。また家から逃げましたね。怒られたからってすぐに逃げるなんて子供じゃないんですから。あなたたちはあの3人が怒った顔見たことないからそう言えるのよ。昨日は地獄みたいな時間だった。全部自分で撒いた種じゃないですか。そうですよ、あなたが花壇をめちゃくちゃにしなかったらこんなことにはならなかったのに。うるさい、私だって好きでやったんじゃない。私に花を分けてくれないから。ちゃんと説明していたはずです。あげられない理由はなぜなのか。後日お友達からまたもらったらくれるって言ってくれてたのに。私は今すぐ欲しかったの、あとは嫌だ。本当に子供ですね、頭の中が空っぽのガキ。いえ、そんなことを言ったら子供に失礼ですね。子供の方が考える脳みそは持っています。頭を振ったら脳みそが中でカランカランと音を立てませんか？小さすぎて音すら鳴らないのでしょうか。何とでも言えばいいわ、私は逃げてやるから。なるみさんのことなんてもう信用しない、絶対に。もうその町には戻らない。お金がないのに一人でどうやって生活するんです？実家に帰る。実家に帰ることはできないと思いますよ。なんで？ゆりが根回ししてますから。は？あなたのご両親に今回の騒動を伝えたのは私です。昨日の話し合いの結果、全く反省していないこと、心からの謝罪がないこと、また逃げ出したことも全部報告済みです。な実家に帰ることはできないですね。なんであんたが私の実家の電話番号とか知ってんのよ。ゆりはなるみさんのことが大好きで、なるみさんに関わった人のことを24時間365日監視します。だって私はなるみさんのことが大好きですから。なるみさんに迷惑をかけるような害虫はしっかり駆除しないと。駆除する時もただ殺すだけではダメです。痛めつけて痛めつけてもがき苦しむ様を見ながらじゃないと。見てわかる通り、なるみさんのことが大好きメンヘラストーカー兼ボディーガードでございます。ただのヤバいやつじゃん。なるみさんに迷惑をかけなければ何もしません。本当はなるみさんに関わる人たち全てを消し去りたいところですが、そんなことをしてなるみさんを苦しめたくはありません。だからなるみさんに迷惑をかけた人だけにしているんです。どんな人でもなるみさんと少しでも関わったら監視してるもんね。どんな人でも？はい、コンビニのバイト生、街で肩がぶつかった男性、なるみさんのことを視界に入れた男性、ティッシュ配りをする女性、
なるみさんと少しでも交われば私の貸し対象です。そんなことしてたら体がいくつあっても足りない。私やっぱりユリってクローンを作ってるんだと思うんだよね。何体も自分を作って監視するユリと表に出るユリと。あ、でもそんなことしたら多分なるみさんの取り合いで血の雨が降るか。クローンなどに私は負けたりしません。なるみさんの隣は私だけのものです。効率を重視すればクローンもありかと思ったのですが、取り合いになると面倒ですから。あ、考えたことあるんだ。そんな非現実的な話を私が信じると思う？信じなくても結構です。私は花のことなんか知らない。謝罪とかお金は旦那に任せた。花のことは実はもう解決してるんですけどね。は？よりすごいんですよ。全部お花が元気に戻ったんです。どうやっても無理なやつはどこからかまた輸入してきたり。おかげですごく水江さん喜んでました。じゃあなんで昨日あんなに怒ってたの？お花が元気になったからといってあなたがした事実は変わらない。そうでしょ？形だけの心がこもっていない謝罪など。謝罪ではありません。もう私は知らない。お花が元気になったならいいじゃない。よくないですよ。花にも心があるんですからね。はいはい、すごい。旦那様から離婚届を預かっていますので後でサインを。しません。させるので大丈夫ですよ。しないかな。ユリからは絶対逃げられませんよ。やーやー、なんで呼んでくれないんだい。待ちわびちゃったじゃないか。なんであなたは黙って待っているという簡単なことができないんです。あと数分待てば被験体を差し出しますので待っていてください。時間とはね、過ぎていくものなんだよ。だから素晴らしい。僕はこの1分1秒を大切にしたいんだ。ルチルさん。誰？しゃあ、威嚇しない。はっはっは、君たち2人は何度見ても面白いね。大丈夫だよ、僕は用事が終わればすぐに帰るから。君からユリを取ったりしないから安心してくれよ。ユリの親友は私なんですからね。しゃあ。だから何をやっているんですか。早く連れて行ってください。連れて行くってもしかして私。なるみさんに迷惑をかけるような人はいらない。この変態科学者のところで被験体となってください。変態科学者。変態だなんて随分なご挨拶じゃないか。実はさ、大きい声では言えないんだけど、奇病が見つかってね。その病気はなんと体から花が咲くんだ。体から花？なんか神秘的ですね。なんなの、そんな病気があってたまるか。もちろん表向きでは内緒にされているし、今病気になってるのはたった2人だけ。あなたはその病気の研究がしたいんですよね。そうさ、神秘的だとかそんなものじゃない。花は成長して人間の生命力を奪っていく。母体となった人間は干からびたミイラのようになっているんだ。それは恐ろしい病気ですね。なんで今そんな話するの。あなたも本当は分かっているんじゃないですか、被験体さん。私には花子って名前があるのよ。花子って名前ちょうどいいじゃないか。花子さんに咲く花、僕は見てみたいね。え、この病気がどうやったら治るのか、どうやって感染するのか、どういう風に進行していくのか研究したいんだ。そうしないと薬を作ることもできないだろう。つまりその病気を花子さんに移すということですね。イエス。どうぞ連れて行って好きにしてください。そうさせてもらうよ。大丈夫、命が尽きる前にちゃんと薬を作ってみせるからさ。よかったですね、薬作ってくれるみたいですよ。絶対間に合わないやつじゃん。私死んじゃうよ。なるみさんに迷惑をかけた時点で命はないので、助かったら儲け者くらいに思っておけばいいのでは。そんな勝手に決めないでよ。さようなら。いや、さあ行こうか。美しき花たちが君を待っている。いや、いやいや、私は、え、力強っ、ちょ、じゃあね、僕のマイベストフレンド。しゃあ。わざと煽らないでください。その後、花子さんは旦那さんと離婚が成立。水江さんの元には花が戻ってきたので旦那さんがお金を払うことはなかった。そしてあの後ビデオレターがお家に届いたんだよね。水江さんと元旦那さんの元に。そこには涙ながらに謝罪をする花子さんの姿。心からの謝罪だってことは見てわかるくらいボロ泣きで、本当に申し訳ございませんでした、許してくださいってさ。ちょっと引くほどだったみたいで、二人ともそのビデオレターはすぐに捨てたんだって。
もちろん今彼女から連絡が来てる人は誰もいないよ。だって連絡が取れる状態じゃないだろうから。花の養分となってしまったのか、はたまた薬を作れたのか。でも病気になった人がたった3人しかいないってことは、それだけデータも少ないからそう簡単に薬なんてできないよね。ひまわりは私から奪おうとするやつは誰ですか。ベストフレンドは私ですからね、とか寝言を言ってるみたいで旦那さんがびっくりしてた。あんな大声の寝言があるものかと。まあ3日もすればすっかり忘れちゃってたみたいだけど、何はともあれ命を大切にできない人はこの世にいらないね。あれ、おかしいな。これで成功するはずだったのに。ああ、ごめんごめん、ちょっと少しだけ細胞もらね。そんなに叫ばないでよ、絶対に僕が治してあげるからさ。私の名前は水木、医療ソーシャルワーカーの夫と小学2年生の娘千秋、そして保護猫カフェからやってきた猫のニャニャマルと暮らしている平凡な第二子妊娠中の兼業主婦だよ。千秋とニャニャマルと一緒に遊んでいたら近所のママから LINE が。なんかめちゃくちゃ怒ってるんだけど、なんだ。水木さんがこんな常識ない人だと思わなかった、最低。早く私に謝れ。ねえ、早く謝ってよ。金だって渡さないし、何なんだよ、最低だね。この町から出ていけ。はあ、ちょっとあかりさん、いきなり何なの、失礼でしょ。よく言うね。私に子供預けて何してるの。水木さんって妊婦なんだよね。妊娠してるのに遊んでるとか、本当に最低。旦那さんにバレたくなきゃちゃんと包んでよね。何それ、恐喝。あんたがお金払わないのが悪いんでしょ。なんで私があかりさんにお金払わないといけないわけ。一人で勝手に怒ってるのは勝手だけど、絶対に誤解してるでしょ。そうやって逃げようとしても無駄だからね。水木さんの旦那さんって病院で医療ソーシャルワーカーしてるでしょ。それって患者さんとか家族の相談に乗るような仕事だよね。いいのかな、奥さんがこんなことしてるって病院に知られたら。旦那さんクビになっちゃうかもしれないよ。なんかよくわからないけど勝手に言えば。私全く身に覚えがないから何言われても平気だけど。うわ、よく言うね、子供を放置しておいて。子供を放置。私に子供の面倒を見させて金も払わないで、この最低女。何言ってるの、あかりさんも知ってるよね、うちの娘千秋ちゃんでしょ。その千秋は今うちにいるんだけど、なんなら私の隣でなんか指使って編み物してるよ。大器用だこと。千秋ちゃんじゃないわよ、この名前のわからない子。だからその子供がどうしたの。私千秋以外に子供いないんだけど、第二子はまだお腹の中だし。しらじらしい。いいから金払え。ああ。何？払う気になった？そうだよね、この辺りじゃ生活していけなくなるよ。警察に通報するわ。は？だって身に覚えのないことで金よこせって言われてるんだよ。今妊娠中で大切な時だし警察に通報するよ。だからあんたが金よこせば何もしないって。それ金払わなかったら何かするって言いたいの。やっぱり警察呼ぶよ、危ないもんね。話にならないみたいだし。ちょっと待ちなさいよ。いきなり何なのこの人。ということでサクッと通報。妊婦だし今日旦那は仕事で遅くなる予定だからね。来てくれるかどうかは微妙だけど念のため通報しておこう。そんな感じだったんだけど、近くの交番から人が来てくれることに。でも来てもらって正解だよ。だって相当わけのわからない話になってたんだもの。ちょっと開けなさいよ。うわ、本当に家に来たの。サナさんも怒ってるよ。サナさん、なんでサナさんが出てくるの。普通にただのご近所でしょ。しかもあかりさんがなんで怒ってるのか全く意味がわからないし。毎日子供を預けるなんて非常識。ちゃんと金払え。ベビーシッター代として150万請求するからね。頭おかしいんじゃないの。え、だからうちの千秋は家にいるって言ってるでしょ。だから水木さんの親戚の子供なんでしょこの子。はあ、そもそもどこの子すらも知らないし、なんで私が親戚の子をあかりさんに預けるの。親しくもないのに。うちは両実家ともに車で行けるし、姉と妹もいるし、親しいママ友もいるのに、なんであかりさんに預けるの。どこの子連れてきたのよ。え、だってサナさんが水木さんのところの子だってそう言ってこの3日間預けてきたんだけど。
いや知らねえよ、ふざけんな。ええ、どういうこと？だって水木さんがサナさんに頼んだんだよね。親戚の子を預かる約束したけど妊娠中だからやっぱり無理。でも親戚にそんなこと言えないからサナさんに見てほしいって。1日5万で奮発するって約束したんでしょ。世界中のどこ探しても喫煙者でお部屋の住人に子供預ける間抜けなんかいないと思うよ。サナさんの家めちゃくちゃ汚いのは知ってるよね。しかも1日5万って。だいたいさ、なんであかりさんが面倒見てんの？サナさん体調崩してるらしいの。だから私が代わりに預かってその代わりに1日4万もらうって。でも水木さんがケチっててお金払わないから私にもお金払えないかもって。だから払ってほしくて私4万もらえるって言うからパートも休んだんだよ。それサナさんに騙されたんだろうね。え、でもサナさんは水木さんにお願いされたって。よーく考えてみなよ。はっきり言ってあんな不潔な人に私が子供お願いすると思う？そう言われてみれば。じゃあ私被害者でしょ。いや被害者だけど私にとっては加害者だよ。いきなり責められて金払え？しかも旦那の職場にも行くのかな？いや私ただお金に目がくらんだというか。だって4万だよ4万。私なんて扶養範囲内でしか稼げないのに。それでどこの子かわからない子供を預かるの？怖すぎ。保険証のコピーは？アレルギーの有無とか確認してるの？してないけど多分大丈夫だよね。とりあえずサナさんと話し合ってよね。やだ出てきてお願い。あ、後ろ。え、なんでおまわりさんがいるのよ。うちの門票をゆすって敷地内に入り込もうとしていたあかりさん、ちょうど警察の人が来てくれてそのまま連れて行ってくれたよ。相当説教されたみたいだし近くの交番に連れて行かれたからね。ご近所さんたちに見られてひそひそされてたっけ。さてもう一人の悪人サナさんはというと。ちょっとやばいやばいやばい、水木さんやばい。あかりさんがうちの実家まで乗り込んできたの。警察からも連絡来るし、どうなってんのよ。こっちが聞きたいけど、サナさんの頭の中どうなってんの？私の親戚の子だって言ってあかりさんに面倒を見させてたんだってね。どうせバレるのに嘘までついてこっちを巻き込まないでくれる？だって仕方ないじゃん、私は面倒見れないし。それにあかりさん最初はよその子の面倒を見れないとか言っててさ。でも水木さんの親戚の子だったら面倒見るって言い出したの。水木さんこの辺りじゃ結構顔広いもんね。あかりさんぼっち気味だし乗ってくると思ったら案の定よ。で、あかりさんが預かったのはどこの子なの？実はうちの兄夫婦の子なのよ、私の甥っ子。今さ兄嫁もう出産が近いんだけどあんまり状態良くなくてさ、お兄ちゃんも忙しいって言うからうちで預かるって言ったの。なんだけどうちが臭いとかご飯がまずいとかうるさくってさ、子供のくせに生意気よね。よく兄夫婦はあかりさんに預けようと思ったね。てか兄を説得したのよ、誠心誠意見るからって。その代わりちゃんと包んでねって。向こうもかなり忙しいみたいでバタバタしてたからさ。あ、兄嫁に私が預かってるってことは内緒ね。うまいことやったよね。でもお金はまだもらえてないんだよな。しかもさ本当にこの子可愛くないんだから。そこにいるの？結局実家に連れてきたよ。両親にはめっちゃ怒られたけど、うちの母親兄嫁と仲悪いんだよね。母親性格きつくてさ、私のことも超怒るんだから。でも孫が可愛いからって家に入れてくれたよ。てか LINE してる暇あるの？そうだった。あかりさん顔真っ赤なんだけど、やばいよねこれ、やばいよね。あかりさんもやばいけどサナさんの頭の中もやばいよ。子供を預かるっていうのがどういうことなのか分かってないでしょ。だって兄夫婦は共働きで結構余裕あるんだよ。絶対に恩を売るチャンスだと思ったんだってば。サナさんも最低だしあかりさんも最低だよ。それにサナさんがこういう人だって分かってて子供預けるなんて、お兄さんも最低すぎる。待ってやばい、なんか叫んでる。私のしたこと叫んでるんだけど。それが何？実家なんだよ、やばいじゃん。
お母さんたちに内緒で甥っ子預かってて、結局面倒を見切れなくて他の知り合いに預けて、それでトラブルになってるなんて知られたら、ああ、水木さんのことも言ってる。それはよかった。てか下手すりゃこれ訴えてもいい話だからね。あかりさんからしたら、私は親戚の子供を預けたくせに約束破ってお金を払わなかった人間ってことになってたんだし、私の方にもきっちり謝ってもらうよ。だってさ、急に状態が悪くなっちゃったから、いきなり預かり先が見つからないって困ってたんだもん。それにこんなの兄夫婦も悪くない？生意気に育てちゃってさ。あかりさんがいろいろ言ってる。ちょっと水木さん、今から実家来てよ。いい加減にしな。え？いい加減にしろって言ってんだよ。お部屋で暮らそうがだらしなくて臭くなろうがどうでもいいよ。でもさ、どんだけ自分のわがままに周りを巻き込むの。本当に最低。しかもサナさんは子供を巻き込んだんだからね。でもほら、あかりさんはなんだかんだ子供の面倒を見るのうまいし。言い訳してんじゃねえ。だってその後、あかりさんとサナさんはかなり揉めたんだけどさ、最終的にどちらも離婚になっちゃったんだよね。ちなみにあの時あかりさんが預かったお子さんだけど、あかりさんはしっかり面倒を見ていたらしく懐いていたよ。サナさんの兄夫婦も後にあかりさんのところへ謝罪。お兄さんはこってり絞られて、次何かやったら離婚だってさ。ちなみにあかりさんなんだけど、自分の妹のせいで離婚になってしまったということで、サナさんのお兄さんがあかりさんに仕事を紹介したみたい。今は工場で住み込みで働いてるよ。サナさんも同じ工場で働き出したもののすぐに逃走。どこかの林に逃げ込み、大きく転んで入院だってさ。お金どうやって払うんだろう。私からしたらサナさんもあかりさんもどっちも嫌な人間なんだけど、サナさんはちょっとレベルが違うかな。さて、そんな嫌なことは忘れて、使わなくなった土鍋を処分しようと思ったけど、にゃにゃ丸がスポッと入ってるや。やだ、何これ、かわいい。写真。最後まで見ていただいてありがとうございました。チャンネル登録、高評価をお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。